皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へオンラインの総合医療クリニックで日々リモート診察を行っております。というわけで、火曜日ですね、いかがお過ごしでしょうか。昨日はですね、ちょっと悶々とした話になってしまったんですけれども、皆さんはどう思いましたでしょうか。結局体作りの基本の基本のメンタル部分ってどこなのかなっていう、そういったお話をさせていただきました。本日ではですね、ちょっとね、ガラッとトピックが変わって、食物繊維と便秘の関係についてお話をしたいなと思っております。ある患者様がですね、結構私の患者様、特に日本人の患者様って基本便秘な方がめちゃくちゃ多いんですよね。便秘というのは、簡単に言うと毎日最低1回、便が出てほしいところがなかなかそれが、うまくいかない、毎日、便が出ない、そして、バナナうんちだとかね、こうつるっとした一本のうんちっていうんですかね、それが理想なんですけれども、コロコロうんちな方が多い、そういったところなんですね。で、よくよくですね、患者様の話を聞いていると、この方特に食物繊維結構しっかりね、気をつけて取っているようなんですね。ところがですね、未だに、便が出なかったり、下手すると1週間全く出なくて、下剤に頼ってしまうというような、そんな状況までになってしまったんですよね。さて何が原因だったのでしょうか。食物繊維をしっかりとっているつもりなのに、便秘だという方、ちょっとですね、食物繊維について少し深掘りをしたいなという、そういった回にしようと思っております。お腹の健康に興味がある方、そして食物繊維だったりね、そんな方、ぜひぜひ聞いてもらえると嬉しいです。それでは最後までお付き合いください。というわけでですね、本日は、食物繊維まあまあ取ってる方なのに、なんで便秘なのという、そのようなお悩みの患者さんがいらっしゃったので、ちょっとそこをですね、一緒に深掘りしていきたいなと思っております。まずですね、便秘の定義、前半でも言いましたけれども、何をもって便秘というのかというところなんですけれど、理想な腸の動き、そして、便の状態というのは、まず、1日 1、2 回、トイレに行っている、そして、うんちがいわゆるバナナうんちである、これが一番理想なんですね。ですので、毎日便が出ないとかですね、もしくは毎日行くんだけれども、コロコロうんちだとかですね、そういった方もいわゆる便秘にあたります。で、便秘の原因っていうのは、実に様々あってですね、例えば栄養不足、特に鉄分だったりビタミン D だったり、この辺が非常に不足している場合、腸の動き自体がね、止まってしまいますので、なかなか、便が出にくい状態となります。それから、ストレスを抱えていたり、それから腸内の悪玉菌がいたり、そして、子宮内膜症、こんなものも実は便秘に関わったりするんですよね。なんで、その便秘イコール食物繊維不足みたいなですね、意外と単純なものでは実はなかったりします。なんで、今日はですね、特にこの食物繊維まあまあ取ってる方なのに、なんで便秘なんだろう、結構悩んでる方多いんじゃないかなと思ったので、お話をしようと思います。ですが、便秘の時ですね、まずは、こういった感じでいろんな原因が便秘を起こすということも必ず、覚えておいてほしいなと思います。というわけで、いろいろな理由があるものの、今日は食物繊維にフォーカスしたお話ということでですね、まずですね、
基礎の基礎を知ってほしいなと思っていて、食物繊維というのは実にいろんな種類があるわけなんですね。まあ、大体大きく分けると7つぐらいの違った食物繊維の種類があります。ペクチンとかイヌリンとかですね、それぞれ、名前がついていて違った種類の食物繊維があるわけなんですけれども、また別のカテゴリーに分けると、水に溶ける、まあ、つまり体の中に入ってその繊維が溶けるのか、それとも溶けないまま、うんちとなって出てくるのか、水溶性、不溶性なんて言われますけれども、この2つのカテゴリーにも分けられたりするわけなんですね。でですね、まあ、私普段の、コンサルテーション、まあ、診察ですね、で必ずお聞きしているのが、どんな食べ物を食べますかということなんですけれども、もちろんこれはね、セッションの後に、どういった、栄養のアドバイスだったり食事のアドバイスするのかというところの材料にもなるんですけれども、やはり自分の食べているものから不調が来ている場合もあるので、それのね、まあ、一つのツールとして必ず聞いているわけなんですね。で、結構細かく聞きます。人によってはですね、ちょっとダイアリー、日記ですね、何をいつ食べたかというのを結構細かく、もう毎食、記入していただいて、それをシェアしていただく、そこまでやる方もいらっしゃいます。というのもですね、私の一人患者さんなんですけれど、その1週間経っても、なかなか便が出ず、結局下剤に頼ってしまう、でも食事すごく頑張って繊維めっちゃ取ってるんですということがあったので、結構ね、細かめにちょっと食事の日記をつけてくださいということで、提出していただいたところですね、発覚したことがあったんです。それは、彼女この、食物繊維確かにいっぱい取ってたんですけれど、腸の中でね、溶けない不溶性の食物繊維をすごく大量に取ってたんですね。じゃあね、このどうやったら、不溶性と便秘が、たどり着くのかというところなんですけれど、まず、水に溶ける、お腹の中で溶ける水溶性の食物繊維というのはですね、まあ、ゼリー状の状態になるわけなんですね。なので、いわゆる、まあ、そうですね、オクラとか山芋とかを想像してほしいんですけれど、お腹の中でああいった感じになってくれるわけなんですね。ですので、結果、便をね、柔らかくしてくれて、かつ、腸内をつるっと滑りやすくしてくれる、そういった、イメージを持っていただければいいかなと思います。その一方で、不溶性の食物繊維なんですけれども、こちらはね、とにかく溶けませんので、そのまま繊維ごと、うんちとして出てくるわけなんですね。イコールどういうことかというと、便のボリューム自体は上げてくれるんだけれども、すでに詰まっている腸にこの水に溶けない繊維を入れると、まあ、いわゆるですね、水道管の詰まりを少し想像してみましょう。すでにたくさんのゴミで詰まっている水道管だったり排水口だったりですね、そこにさらにゴミとか葉っぱを詰めてしまっているような、そういった状況になってしまうんですね。で、一旦ですね、腸が詰まってしまうと、まあ、排水口が詰まってしまうとですね、いくらもっともっとゴミや葉っぱを詰めても、それって流れる要因にはならないじゃないですか。それと同じことが腸内でも起こります。ですので、この方の場合ですね、一生懸命食物繊維取らないとと思って、結果取ってしまっていた食物繊維が、溶けないもの、不溶性だったがために、便秘を、改善することできず、または最悪悪化してしまったような、そういった、状況になってしまったわけなんですね。で、特にですね、まあ、便秘、特
にこの不溶性の食物繊維、溶けない食物繊維ですねの過剰摂取が起こると、便秘が悪化する。それはもう目に見えてわかると思うんですけれど、それ以外にも、腹痛だったり膨満感だったり、そして、便自体が硬くなったり、そして、便の量が、少なくなったり、しっかりとねこうつるんと出てくれないんですよね、詰まっちゃってるんで。ですので、便自体が硬くなったり量が少なかったり、こういった時ですね、ちょっとあれあれ、もしかしてそれって食物繊維のせいじゃないというふうな、サインになります。じゃあですね、実際にどんな食べ物が水溶性、溶けるもの、そしてどんな食べ物が不溶性なのかというところなんですけれども、まず水溶性の方からいきましょう。例えばですけれども、緑の野菜でいうと、モロヘイヤだったり、それから何でしょう、アボカド、オクラ、山芋とか、この辺になります。それから海藻なんかもすごくいい水溶性の食物繊維になります。あとですね、フルーツで言うとイチゴとかみかんとか、この辺も水溶性になります。で、逆にじゃあどんな食べ物が不溶性なのですかというとですね、わかりやすいところで言うとごぼう、レンコン、このあたりですね。非常に、便秘の方はさらにもしかすると悪化させてしまうかもしれない。でもごぼうとかって食物繊維とか言われてるじゃないですか。なんでついつい目が行きがちなんですけれど、残念ながらよーく、調べていくと、実は不溶性の方に当たります。ですので、便秘の方はちょっと注意が必要だなということです。その以外ですね、お芋なんですけれども、じゃがいもとかさつまいも、こちらも、不溶性に当たりますが、皮がついてる場合になりますので、しっかりと皮を剥いて食べた場合は大丈夫です。それからですね、リンゴなんかもですね、これも、皮ごと食べてしまったら不溶性になってしまいますので、皮を剥いた方が、いいかなと思います。ただね、これはっきり言って、リンゴの栄養素ってね、実と皮の間に一番詰まってると言われているんですよ。なんで本当は栄養のためならリンゴは皮ごと食べるのがいいんですけれども、これも、便秘の方の場合、便秘の間はちょっと皮を剥いた方が良さそうということなんですね。その他ブロッコリー、豆類、そしてかぼちゃ、きのこ類、何ですか、えのきとか、そんなのそのまま出てきたりしませんか。はい、このあたり全部不溶性の食物繊維になります。ですので取るなとは言いませんけれども、何事もバランスですし、便秘の間は特にこの不溶性の食物繊維、摂取量を気をつけないと便秘が悪化しますよというところになります。私とのオンライン診察ではですね、こういったところまでね、かなり細かく、お伺いをして、そしてその方に今その方の体調に合った食事方法だったり、こういった実際にね、こんな食べ物が今はいいですよという感じでアドバイスをさせていただいております。もしもね、自分の体調気になるとかですね、もう何を食べていいのかよくわからないとか、ましてや、便秘ずっと下剤に頼ってるなどなどですね、いろいろお悩みがあると思います。まずは DM の方から、お問い合わせいただければ、私と一緒にどんな風にやっていけるのか、そういったところを、お答えできるかと思いますので、気になる方はメッセージお待ちしております。というわけで、本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ナチュロパスのさやでした。